ブランドン・ポール・リーグは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サクラメント出身のプロ野球選手、独立リーグアトランティックリーグのニューブリテン・ビーズ所属、祖祖父母が、福岡県生まれの日系移民4世であり、日本人の地が1、4流れている、ハーイ州ホノルルに居住している、2001年の MLB ドラフト2巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り、 2004年9月21日にメジャーデビュー。1年目は3試合にしか登板できなかった。2005年は20試合に登板した。2006年は33試合といった具合に、登板試合数を増やし、セットアッパーとしての地位を確立した。2006年7月29日のオークランドアスレチックス戦では、3球連続で100メートル PH を超える速球を投げた。 2007年は調整失敗により、休息が大きく落ちてしまい、シーズンの大半を棒に振った。しかし、翌シーズンからは調子を取り戻している。2009年12月22日に、ブランドン・モローにマイナーリーグの外野手を一人加えた2対1のトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。2010年は、年俸108万ドルの1年契約でプレーする。マリナーズでは、セットアッパー。 移籍2年目の2011年には、デビッド・アーズマの故障のためクローザーに抜擢され、オールスターにも選出される。2012年7月30日にトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。オフに3年2250万ドルの契約で、ドジャースに残留が決まった。2015年7月10日に自由契約となった。2016年は、どの球団にも所属しなかった。 2017年1月7日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月19日に自由契約となった。その後、4月24日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した。5月18日にプロ通算700登板を達成した。縦変化を伴う速球を、 主な武器とするが、スライダー、チェンジアップ、スプリッターといった変化球も操る。コントロールは必ずしも良くないが、荒れ玉として一つの持ち味となっている。ありがとうございます。